主演の松重豊さんが、ものすごい量をペロリと食べる姿が爽快ですが、実際にドラマに出た料理は、完食されているというから驚きました。2017年より大晦日に放送される、孤独のグルメスペシャルは YouTube でも人気があり、2023年の大晦日も楽しみにしている。ファンはたくさんいるそうです。しかし、孤独のグルメの主演を松重豊さんが、降板するのでは?という噂があります。SNS では、五郎役は松重豊さんしか考えられない。などのコメントも多い中、ドラマの打ち切りや二代目の代役は誰か、という話もあるとか、孤独のグルメは2012年から続く大人げドラマです。そんな大人げドラマをどうして、松重豊さんは降板するのでしょうか。井の頭五郎を演じる松重豊さんは、60歳とまだ若いのですが、3、4人前を食べるのが、さすがにきつくなってきたようです。余裕でもりもり食べているように、見える松重豊さんですが、収録の前夜から食事をセーブし、収録に挑んでいるそうです。出た食事はすべて完食するというプロ根性で、ドラマを作り上げているので、それが難しくなってきたということは、降板せざるを得ないという考えなのかもしれません。次のシーズンから変わるかどうかはわかりませんが、何をするにも健康第一なので、無理はしてほしくないですね。松重豊さんの代役、二代目井の頭五郎役に名前が挙がっているのは、川原和久さん、香取慎吾さん、遠藤憲一さんの3人です。それぞれ詳しく見ていきましょう。相棒ではスーツ姿がおなじみの、伊丹刑事を演じる川原和久さん。川原和久さんは、帰れま10や、格付けチェックに出るなど、バラエティ番組で食べる仕事も、こなしていて実は大食いだそうです。スーツ姿も違和感がなく、松重豊さんとも背格好が似ています。年齢も同じなので代役として申し分なさそうですが、60歳ということで何年くらい続けられるのかが、ポイントになるかもしれません。松重豊さんと比べて年齢は大幅に若返りますが、身長は同じくらいで香取慎吾さんには、退職のイメージがあります。若いので長く続けられると思いますが、スーツのイメージはなく、細身の体型でもないので、これまでの孤独のグルメとは違ってしまうと、心配する声も多数ありました。若い方が長くシリーズを続けられそうで、香取慎吾さんならではの、孤独のグルメも面白そうですけど、今までのファンからしたら、不満が出てくるかもしれませんね。遠藤憲一さんは、俳優以外にも CM や、ナレーションなど幅広く活躍しており、マルチタレントとしても人気です。デカ盛りハンターに出演したこともあり、退職感のイメージもバッチリあります。孤独のグルメでも新たな一面を、見せてくれそうで楽しみになりますね。代役を立てるのではなく、松重豊さんが降板と同時に、孤独のグルメは終了してしまうのでしょうか。孤独のグルメはモノローグのみで進行するため、低予算ドラマとも言われていて、1本200万円弱で制作し、松重さんのギャラは30万円と言われています。10周年を記念する DVD の売り上げは好調で、海外でも億単位の収益があるそうで、人気があってコスパもいいドラマを、打ち切りにするなんてもったいない。テレビ東京としては続けたいと、考えるのが当たり前ですよね。しかし、主演が変わってしまったら見ない、という声が、SNS 上にはたくさんあります。松重豊さんだから人気があるのかもしれませんが、本人に無理をさせてまで続けるのは難しいでしょう。継続させるなら早めに代役立てるはずなので、
新しい情報が出るのを待ちましょう。大人げシリーズの飯テロ番組、孤独のグルメ。孤独のグルメは、松重豊さん演じる井の頭五郎が、ひたすら一人で黙々と食べるという、設定で人気のドラマですよね。焼肉屋も一人で入ってしまうんです。こちらのドラマを見て心配になるのが、松重さんは太らないのかという点。ドラマが始まって2023年で11年目に突入しますが、太るどころか体型をキープされています。この記事では、孤独のグルメの松重豊さんが太らないのはなぜなのか、反対に痩せた？病気？という心配の声も上がっていますね。松重さんがあれだけ食べていても、太らないのは以下の3つの理由ではないかと考えます。松重さんの食の好み、健康管理、撮影が早朝。一つずつ見ていきましょう。実は松重豊さんは孤独のグルメ演じる井の頭五郎とは正反対なんだそうです。お酒好きで少食。撮影であれだけ大量に食べているので、普段も大食いだとしたら、体型キープは難しいのではと思います。松重豊さんの趣味に散歩があります。以下、健康管理に気を使っている。インタビューを見つけました。朝起きてすぐ、ボストンテリアのチャイという、女の子と一緒に 5.5 キロを散歩しています。散歩から帰ってくると、腹筋ローラーを使った筋トレを10から15分、ストレッチゴムを使ってストレッチを、やるのが日課になっています。5.5 キロの散歩が日課となっているんですね。相当な距離を歩いています。散歩後の筋トレも、ルーティン化してしまっているのではないでしょうか。運動が日課になっていると、太る要素はなくなりそうですよね。さらに以下のようなコメントもありました。孤独のグルメの撮影中はたくさん食べるので、その前後で食事を抑えていて逆に痩せてしまうんですよ。孤独のグルメの撮影中は逆に痩せてしまうということなんですね。前後で食欲を極端に控えるため、相当お腹を空かせて撮影に臨んでいるのでしょう。孤独のグルメの撮影は、お店が開店する前の早朝に撮影するようです。朝から大量に食べるので、その後の2日間は食べれなかったりするんですね。整腸剤は必須アイテム。この3つの要素から、太らないという理由が伺えるのではないでしょうか。松重豊さんが痩せた？と病気と話題になっていますね。痩せた？と心配する声が上がっていますが、シーズン1と比べると放送が始まって11年、松重さんは59歳になるので、年齢上太ることはそうそうないため、当時と比べて痩せたのかなと感じるのではないでしょうか。先ほども紹介しましたが、孤独のグルメの撮影では反対に痩せるようです。そのせいもあるのかもしれませんね。10月7日から始まるシーズン10の松重さんのコメントを見ても、心配するようなことはなさそうなので、食べっぷりを楽しみにしましょう。目下撮影真っ只中。10年やってもまだまだ美味しいお店に出会えてます。僕自身も外食が激減したので、このロケが何よりの楽しみです。そのお裾分けといっちゃなんですが、どうぞご覧遊ばせ。このご時世なのか外食が激減したそうです。外食が減ると太ることもなさそうですよね。孤独のグルメの松重豊が太らないのはなぜ？病気で痩せた？はいかがだったでしょうか。松重さんが太らない理由には、毎日の散歩と筋トレのルーティン化。さらに、孤独のグルメの撮影中は痩せるという理由から、痩せたと感じるのではないでしょうか。病気などの情報は出ていないので、これからも松重さんの美味しそうに、
食べる孤独飯を楽しみましょう。松重豊さんの奥さんとの慣れ始めについて紹介します。松重豊さんは奥さんのことを女房と言います。松重豊さんが19歳の頃から一緒にいるそうです。10代の頃から一緒というと人生順調なことばかりではなかったと思いますが、ずっと一緒に力を合わせて過ごしていらっしゃったのでしょう。松重豊さん、奥さんとの馴れ初めは演劇仲間として一緒に活動していました。松重豊さんの奥さんは大学生の時に一度芝居をしているそうで、こすがこれっきり気となります。松重豊さんは福岡の西南学院高等学校を卒業後、1982年に明治大学文学部へ進学しています。奥さんは明治大学ではない同級生です。上京後約7年間にわたって交際しています。松重豊さんは上京後すぐに奥さんと出会われたのですね。それからずっと一緒にいるって素敵ですよね。松重豊さんは20代の時一度役者の夢を捨て、安定した収入が得られる会社勤めをしていた時があります。建設会社で正社員となり現場作業員をしていました。まだブレイクする前で生活も安定していなかったため、結婚資金を貯めるためにも会社勤めをし役者の道から離れます。困窮生活が嫌で嫌で1年以上にわたり役者の道はお休みとなりました。誠実に奥さんと向き合い、奥さんを愛理事にしたい、結婚したいという気持ちも大きかったのでしょう。松重豊さんが奥さんと結婚したのは1989年の26歳の時です。無事に結婚もし、蜷川スタジオの同僚である勝村政信さんや所属事務所の社長松野恵美子さんの支えもあり、また役者に復帰することができました。松重豊さんは1992年ホラー映画地獄の警備員で主演に抜擢。それをきっかけにバイプレイヤーとなっていきます。2023年5月現在、松重豊さんは還暦の60歳を迎えたので41年間くらいも奥さんと一緒にいるってことですね。奥さんとの関係はずっと友達みたいな関係で、会話も途切れることがないという仲良しご夫婦ですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。